とですね、回路は、よろしいんですが、うんと、やっぱりローは、これでいいここのところが、ここから線引いたら、ちょっとここ開くぐらいがいいよね。これがこう下に来てしまうと、ちょっと形が崩れてしまうのでね。ちょっと大きくしようか。それから、また芯には出ましたね。 えーっとね、こことここの高さ揃えてください。こ,こ、ここの高さ。ね。それで、そうしないと逆に空いてしまう。よくあるのがね、こうか。ちょっとやりすぎだけれども。こことここの高さがこう、揃っていないので、ここが空いてしまうっていう人がいらっしゃいますよね。から、こうも、 この斜めの線をしっかりと、うん、続けて、よ、この斜めの線をこっちにも展開させていく。で、ここよりも、ここが右側に来る方が安定すると思うよ。同じラインかね。ここがね、ちょっと張りが足りない人もいるな。生ギザにある。 あーっていう字は、私はね、ここまあ揃うんだけれども、ここよりも下にこの払いがある方が好きなんですよね。ここを同じ高さでも、それはいいと思うんだけれども、だから、あー全体の高さというか、長さはこれになるので、ここが下に来た方が好きな人は、この最第2画目の長さをちょっと短めにする。 そうしないと、あが大きくなるよ。これ、気をつけてね。で、ルーは一緒。ルーはね、さっきの皇室と一緒なんだよね。こみんなね、理,理論的には皇室も、小筆も、まあ、あの、同じ。それから、私文書なんかも、ちょっとこう、字形を、ちょっとアレンジかけるけれども、一緒なんだよね。学生さんのも。私としては、 なんか学生さんは学生さん、小筆は小筆、え、皇室は皇室、私文書は私文書、漢字は漢字ってこう分けて考える人いらっしゃるんだけど、私はね、そうは考えなくて、みんな一緒うーんと、ちょっとずつの、この違い、違いっていうかな、考え方はみんな一緒なような感じがする。ただそれを表現するときに、ちょっと、あの、表現の、 違いがある鉛筆が小筆だったり、それから形を少しこうアレンジかけるみたいな感じなので、なんか一つ同じもののように思うんだよね。だから、私文書を書く人なんか、また金を書く人も、この暮らしの書、皇室の字形っていうのもしっかり、うん、考えてもらいたいな、練習してもらいたいなと思いますね。 はい。はい。今日はそういうことが多いね。まあいいや。空とかふとか。それから、えー、おうね。いつも言う、ここの空間だよね。えっ、ー、と、これを、最後の、ここを合わせるような形で、ここを伸ばしても、それはいいですが、ここに斜めの線が来るから、線がいっぱいここに重なってしまうので、この線を少し短く表現して、 で、ここに空間を空けて、高さは同じだけれども、この空間をここに作ることによって、ちょっと、混、うん、み合った感じの重さが少し軽減できるよってよく言いますよね。はい。ピラミッドのピ。皆さんどう書かれますお手本があるとまあ大体読み取れるでしょうけれども、これね、ピってね、横まず1を書く。 それから、こう書いて、丸。これね、こう書いて、こう書く人めちゃめちゃ多い。まあ、読めるよ。読める読める。けどね。それから、これに、羽までつけて、ついてる人もいるよね。まあね、化けるとかさ、花っていう字がそうだから、そういうふうに思ってしまうんだよね。でも、 小学校一年生で習うんだけど、カタカナは。旅行一で習いますからね。今回はそういうこともちゃんと考えながら書いてもらうといいかな。まあ、ペケにしようかな。まあ、ペケ、まあ、読めるんだけどな、うん。まあまあ、そう、そうですね。 で、らという字。この長さ気をつけてください。この長さが長いと、これよりも長く、これよりも長く書こうとするから、これがビヨンと伸びてしまうからね。長い線を作るには、その前の線をどのような長さにするかによって決まるからね。前はあんまり長くしないよね。で、み。ここまあ、ぎゅっとこう、まあ。 で、こういうね、こう、点、線がこう、同じようなのが並ぶ場合は、こう、最後、最後を続けるといいよね。みんな続けるとやっぱうるさくなるし、最初よりも最後に続ける方がいいよね。ドアは中心よりも、ちょっと左から始める、縦の線を始めると、ちょうどいい具合ですよね。うん、4しょ書く、あ、書くね。これね、書くっていう字さ。 こう、まあ、会所でも書かれるときに皆さんね、こうかなこっちでこうか。これがいいか。こう、こう。まずこの長さをどうされてるか。ちょっと変化それから、えっ、ー、と、こう、こう、こ、え、う、ー。えあ、わかったわかった。こうだ。こ、ここの、 場所をどこかっていうところが結構形をうまく取るには問題な場所になっていて、まずこれが長くなると綺麗に見えない。それからこの払いよりもこれが左側に行くとうまく見えない。ちょっといいんどこ行ったくるくるっちゃった。だから綺麗に書くには、 こう、こう、書くでしょだいたい、だいたいよ。ここがだいたいソロ。ただし、ちょっとだけ下に行ってもいいと思う。で、次、こことここの間ぐらいにペン先を置く、筆先を置く。これでこう。これでこうするんだよね。これは色とか、色とかもね、同じ。色とかも同じ。この、この部分ね。なので、 そういうことを頭に入れながら、行書に展開すればいい。こ,こ、ここと、ここの高さ。で、ここの場所。これをね、ちょっと見てもらいたい。まあ、行書になってくると、ここがちょっとこういうふうに、ここが、ここよりも下に来ていいんだけれどもね。こっちの方がスッキリしていいんだけれども、あの、なんだ。 解消を書くときには、ここが伸びすぎちゃうと、ここが伸びすぎちゃうと、塔が立ってるみたいな感じになるよ。塔って、あの、三重の塔とかじゃなくて、何塔って。吹きの塔の塔が立つ。うん、違うわ。あの、うん、塔が立つ。うん。わかるかな塔が立つ。うん、そう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 。ちょっと育ちすぎちゃった植物みたいな感じ。<laughs> ということね。で、えっ、ー、と、かーね、ね。こういうのも、行書になってくると、左側が伸びて、右側がちょっと短くなってくる。それから、こういう形のものは、必ず縦の線をちょっと長めに出す。出すだけじゃなくて、長めに出す。で、世界よね。回という字ね、これね、うーんと、こうやって、ここが長く書くの、結構私、好きなんだよね。 この世界の回収となっていて、なんかこう、グリコのパッケージのさ、あのー、人の形を思い出すんだけど、<laughs> それって結構年代物はい。それからまあ、歳っていう字は、こういうふうに、ちょっと、あの、画数の多い字っていうのは、 で、うまく小筆を見せるには、横は細く、縦は太くなる。んでね、こういう線って、私が書くときのイメージは、あの、細くするっていうだけじゃなくて、気質が伸びてるっていう風にイメージするんだ。んちょっと待ってよ綺麗な筆なかった。あった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 あ。今日はちょっと、さっきの綺麗な筆。ね。 だから、うんと、気質、まあ、これがさ、縦。こう持ってくるじゃん。この気質が、ちょっとこう、こうなってるんだって思うぐらいの感じで、こう。こう書くでしょスッスッと。だから、スッスッと。ここの縦の気質が伸びました。す っていうイメージで書くと、うん、ぶれないし、細く書けるよ。まあ、ちょっと試してみて。私はそう書くよっていうことね。で、縦の線を太く書いてあげると、ね、これなんかさ、白が綺麗に残るでしょ。で、こういう時に、こう、こうして、あの、ギュッとさっきみたいに、うねりぐ、ぐ、 ぐグぐっ、ぐぐ,ぐ,ぐってやるとさ、こう、なんか、爽やかじゃないよね。なんか、ここ、洞窟探検行くような感じだよね。なんか、こう、白がこう、スパッ、スパッ、スパッとこう、真横に綺麗に残るっていうのは、うねらないように、描いていくといいよね。で、台。台は、ここと、ここと、ここをこう、 線引くと結構同じぐらい。だから、この部分も、高さも大切だし、これもしっかり伸ばして、縦から行って、グーインと、グーインと、曲線が来るという感じ。で、グググっと言って、この辺は信用、心尿まあ、同じだよね。中に入ってくるとかさ。で、剣も、 まあ、そうだね。像もそうだね。でも、このね、この、ここよりも、ここ、上にする。これ結構ね、同じ高さになる人がいるからね。だからこれを、しっかりと、斜め、ここを上に上げるんだよね。ここが上に上がるから、ここがしっかりとここよりも出るんだよね。これを横にしてしまうと、上にしようと思ったら、 この部分が結構長くなっちゃうからね。気をつけてね。で、まあ、こんな感じかな。というか